起用に応えたい。これが初球、インサイド決まっています。これでスリーアウト。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。9回終わって4対4同点です。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。見れる場面での登板となりました。ベイスターズの守護神山崎、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。これから10回、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打のバッテイ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。最初は変化球できました。ボールになります。いいコースだったんですけどね。はい、ボール先行です。次が3球目、大きく外れてボールです。ストライクが入りません。いい当たり、三遊間抜ける。これがチーム15本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打順はトップに帰って田中、今日は盗塁を一つ成功させています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。三塁方向、サードが抑えた。一塁や一塁アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。バッターボックスは2番菊池。ベイスターズ送りバントで進塁を許しています。さあ一打出れば勝ち越しを許してしまうという場面。厳しいコースでした。まずは見送ります。逃げていく変化球、手を出してしまいました。すぐに追い込みました。3球目は何で来るか。この球は外れました。チェンジアップには反応しません。ボールです。これは見送ってボールです。あっさりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。外の球打った。セカンド取った。一塁送球、内野安打。これでマルチヒット。
西さん、この状況どのようにご覧になってますか。まあ、三塁ランナーをね、一塁も返さないということで、まあ、一塁ランナーを気にしない方がいいですね。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、そしてバッターボックスには野間が入ります。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、なおもピンチが続きます。ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってきますから、なんとかこのまま持ちこたえたいですね。なるほど。初球入ったホームラン、5番勝ち越しスリーランホームラン。ベイスターズこの終盤リードを奪われる痛い一発となりました。ベイスターズ勝ち越しを許します。7対4。いやー、これは失投でしたね。そうですね。これで一気に3点のリードを許します。もちろん警戒はしていたんですけど、ここで勝ち越しホームランを打たれています。ここでリードはされたくなかったんですけどね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。バッターボックス鈴木、今日は盗塁を決めています。ベイスターズ継投策が裏目に出たか、この回勝ち越しを許しています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。この球は外れています。これが3球目。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには5番松山、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、初球は何か、内から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツー、走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。変化、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、セカンドランナーホームイン、カープ追加点を挙げました。8対4、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。この展開は厳しいですよね。ここで非常に痛い失点となりました。さあ、交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはバトン。さあ、マウンドを任されたのはバトン。初球ストレート、見送っています。ボール、ボールになります。ボール先行です。大きく外れました。ストライクが入りません。
ここは念のため変化球でストライクを取るのがいいですね。なるほど。さあどう来るか。次が5球目、ストライクになります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ファウルになります。打ちました。サード取った。二塁へ。二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。今日は守備で交代してそのまま出場している石原、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。初球は何で来るか。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。8対4カープが勝ち越しています。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。10回の裏ベイスターズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。あとマウンドに上がります。カープのピッチャーあと背番号48レフトの鈴木がライト、ライトのさあマウンドに上がったのはアップ。ベイスターズの1番センター上坂。初球ストライク。ボールになります。スライダー外れます。ファウルになります。インサイド落ちました。ヒットになった。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス須野、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール。胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。高めに持ってきました。次が4球目。高めに大きく外れています。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。
ました。完全にすっぽ抜けです。やはり痛めました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあ交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。カープ、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは中崎。中崎、カープのピッチャー中崎。さあベイスターズ得点圏にランナーを置いています。ここで追い上げていけるかどうかで試合の行方が変わりますから、大事な場面だと思いますよ。なるほど、そうですね。まあそして彼がこのビハインドしっかり捉えた。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席にはロペスが入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、この打席はしっかりランナーを返したいですよ。なるほど、そうですよね。左に切れてファウル。ここからは確実に狙っていきたい。高め外れます。ボールになります。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。まあフルカウントは案外ボール。ここはランナー返せません。スイングアウト三振。